一番真っ黒でも、さっきみたいな大きな機械と戦った？お、サソリみてえなやつとかな。さっきのは、さっきの例えならなんだ？え？例えなくていい。情報通りだ。これで降りるぞ。 ここを抜けりゃ五番マコールだ。思ってたより大変そう。<笑>まあなんとかなるだろう。あれが五番マコールの柱だ。道順はプラン E の次は F、G、H ってな。続きがあったのか。<笑> F はこの区画の名前。 G を抜けて H まで向かう。 H にあるリフトでマコーロの近くまで行けるの。リックスもその先で待ってるはず。もう日が傾き始めてるね。うん、行くぞ。シンラに泡吹かせてやる。うん。 進め。下見なければ平気だよ。案外冷てえな。扉の先が G ナイトのスイッチか。
ライトを消せば非常用電力を確保できるのか。ライトってもしかしてスラムの太陽？スラムを照らすライトのことをそう呼んでるの。そいつを消せば扉が開くってわけか。でも太陽が消えたら困るよね。4番街の人たち。魔光炉をぶっ壊したらどっちにしたって消えちまう。そうだったね。戻るぞ。 さあな、点検をサボってるだけじゃねえか。明るいのは便利だけどたくさん魔法を消費してるんだね。あった。こうして見ると大きいね。 スイッチは梯子の上か。結構高えな。俺が行こう。うん、下で待ってるね。非常用電力の供給を確認。ゲートの再起動を開始します。 よっしゃ、うまくいったな。うん、ありがとう、クラウド。これで G までは達成だな。うん、あとは魔光炉を目印に。この眉、奴らの巣穴へようこそって感じか。こりゃどこまで腐ってやがんだこのピザはよ。 故障中？こっちも電力不足だし。ちょうどいいじゃねえか。侵入し放題ってことだろ。くせえが。
ガスをスラムに垂れ流しやがって。ガスのところモンスターが集まってる。トンネルの中と一緒だ。シンラと魔皇のせいってな。マテリアに聞い取られてたろ。すぐそこなのに。さっきの通路もダメか。あ、どっかは繋がってんだろ。地道に探すしかないね。あのマテリアの入手経路もな。ねえ、もう一度確認しない？今どの辺だこれや。私たちの目指す魔航路は H の先。ああ、でもここまでは H につながってる道なかったよね。ま、歩き回ってりゃそのうち。あんた一人でやってくれ。他につながってそうな場所ってなると、壁沿いか。ダメ元で行ってみない？目的地があると気も紛れるし。悪くない案だ。あのでけえ扇風機が目印か。確かにあれ見て歩けば迷わねえな。あれって換気ファンかな。吹き飛ばしてもガスが消えてなくなるわけじゃねえ。ヤバいもんは全部スラムに垂れ流しよ。邪魔だ。
沈め。どけどけ。え？一気に漂い込む。負けるわけがねえ。バレットってば。の上登れるかも。伝っていけそうだな。マジか。怖くねえ。おじけづいたか。誰がてめえの細っこい体が吹き飛ばされねえかってこっちゃ。もう急いでるんでしょ。おう、ついてこい。いい風吹いてんな。全然よくない。よそ見ダメだから。おう、切ったね。ああ、寿命縮んだぜ。な、はあ、ほんのちょっとだけな。2秒だ、2秒。目の前が H。 足元気をつけて。あれが目的のリフトか。メインリフト、うん、確かそう言ってた。間違いねえ、こいつがビックスの言ってたメインリフトだ。あいつもこの先で待ってるぜ。電力供給が不足しています。またかよ。ライト3つ分必要だな。そんなに？この辺りの全部ってこと？こうなりゃ片っ端だ。迷ったらここに戻ってこよう。 H1 の番号が目印。あ、こっから一番近いライトっつうとあれだな。暗いスラムを眺める明かりは未来までも照らす道しるべである。太陽なのです。なんだそれ。スラムの太陽の宣伝文句、プレジデントが演説してた。け、神羅に照らされる未来なんだ。お先真っ暗に決まってな。
すぐ片付く。攻めるぞ。消えろ。どうだ。やる。追い打ちだ。仕上げだ。ここで仕掛ける。力を見せつけるぞ。邪魔だ。一つ目、残りはあの二つだな。侵入者撃退システム再起動開始。撃退システム？電力が復旧したか。けっ、それがどうした。全部ぶっ壊して魔航路へ向かう。
で2つ目か。あとはあのライトだけだね。終わりが見えてきたな。ここから下に降りられそうだ。崩れねえよな。下は4番街スラムか。え、興味ある？今度案内しよっか。少しは心配しろよ。動きそうだよ。
あのライトで最後。ずいぶん回り道しちゃったね。ここには仲間の目印もないしな。ジェシーとウェッジがいないのもいて。うん。二人のことビックスになんて言おう。きっと心配するよね。までの架け橋しっかりつなげろよ。これで3つ目。メインリフト動かせるようになったかな。多分な。よし、 H1 エリアまで戻るぞ。ジェシーの怪我大丈夫かな。あいつらの分まで神羅を懲らしめてやんのが一番の治療だ。そうだね。クラウドはウェッジの分。私に任せて。出番だよ。おう、引き込んどけ。まだまだ。はい、気合い入れてけ。けっ、そんなもんか。何にかける。
ままでは。どうだ、しまった。フォローを頼む。よし、やっちゃおう。頼りにしてる。待ってました。たたきのめってやら。邪魔だ。どんどん思いっきりやっちまえ。沈め。はあ、余裕だ。いや、終わらせる。ほら、攻めるぞ。やめろ。こっちか。えい、まずいな。どんどんよ。3秒後を食い。結果オーライだ。お、上から来たか。合流場所はアポロへ続く通路の中だ。暇つぶしのプラン A から Z まであるって言ってた。 G くらいまでには着くようにしねえとな。メインリフトまで戻ってきたね。首を洗って待ってろよ、マコロ。非常用電力の供給を確認。リフトの再起動を開始します。再起動完了。リフトに搭乗してください。あばよ、鉄くずめろ。
マテリアが落っこちてたよな。拾っとかなくていいのか。そうだな、戻るか。そういや、マテリアが落っこちてたよな。拾っとかなくていいのか。そうだな、戻るか。してたよな。拾っとかなくていいのか。いや、先を急ごう。いよいよ魔航路か。暗くていい規制、星の命が削られた場所だ。仲間、魔航の匂いが鼻につくぞ。覚悟しとけ。うん、見ろ、魔航路が呼んでるぜ。早く来い、早く来いってな。やめてたか。最初からギリギリの綱渡りだ。渡り切るしかねえ。力ずくでも得意そうだ。どうでしょう。
もすぐか。ティファ。いよいよだなって思ってたより緊張してたみたい。こればっかりは俺もなれねえ。コウさん。てか、クラウド。ジェシーとウェッジはどんな感じだ。犯人グループが列車から飛び降りたって上は大騒ぎ。おかげでここは静かでな。マコーロへのルートはささっと確保済みよ。ヘイヘイヘイビーク。あとの二人は。ジェシーがね、怪我をしちゃって。ひどいのか。口数は減ってね。大丈夫だ。世話になるな。仕事だ。4番街へ行きに乗って正解だったな。警備は4番に集中してる。でもこっちの本命は5番。ちょっと複雑だが、この奥はもう魔行路の中だ。狭っちい穴ぼこだぜ。文句言うなよ。こっちは補給物資とワイヤーリール。調子は？これ以上ねえってくらい上々よ。みんなのことお願い。おうよ。よし、俺たちもワイヤーの装備だ。落とさねえようにしっかりくくりつけとけよ。作戦が終わったらこいつで一気に下まで降りる。生きて帰んぞ。当然だ。もっと左だ。時間ないぞ。ライトを調整しろ。プレジデント、ネクタイ確認します。急げ急げ。一番と同じようなもんだろ。ああ、魔鋼だまりは近い。行こうぜ。